小池葵は、日本の女性ボディボード選手。ハワイオアフ島出身。血液型 B 型。朝日川岡高等学校卒業。1989年、元プロサーファーでもあるジップ、小池正則の指導で、ボディボードを始める。1991年、全日本サーフィン選手権で優勝する。高校卒業後の1996年に、プロテストに合格し、 プロボディボーダーとなる。以来、国内外のコンテストを転戦して、常に上位入賞。1998年には、ハワイパイプラインで行われた、ロワットビーワールドチャンピオンシップで、日本人初の優勝者となる。2007年、10回目の国内チャンピオンを獲得したのを機に、現役引退を表明。しかし、パイプラインだけは別ということで出場した。 アズバウィメンズ2008ポープラインプロで2度目の優勝を飾った。2012年9月イベントで知り合った一般男性と結婚。現在は千葉県にて青いサーフカレッジを立ち上げ更新の育成に努めている。なお、TBS テレビに同性同名の人物が勤務しているが全くの別人である。ABCDE 小池青サーファーズファイル サーフィンスタイル。2014年4月25日閲覧。い、e、いの春子。小池葵ちゃんを。N 健コンヒロパーティー。い、e、いのママのデイリーコラム。潮風のベランダから。オールアバウト。2014年4月25日閲覧。社員紹介。小池葵。採用2015。TBS テレビ。2014年4月25日閲覧。ありがとうございます。